回ぼっち爆走中、ヒライじゃー。今日はちょっといいお話。かもね。栃木県真岡市にある和菓子店ベニヤ三宅で5月5日の子供の日に、柏餅が当日にドタキャンされちゃいました。かわいちょ。賞味期限が当日の柏餅。その数なんと、500個 !500個!あ、金額にして、なんと11万円分の柏餅。お前、あん。一週間前に予約があり、受け取り当日の5月5日、お昼頃に、日付を間違えた。キャンセルしてほしい、と、連絡が!店主の三宅さんは、販売ピークを過ぎた、昼頃のキャンセルに、これは裁ききれないと判断し、拡散希望と題し、大きな注文のキャンセルがあり、ご助力いただきたい、と、ツイート。するとすぐに、今からすぐ行きます、と言った、コメントや電話が入り、店には客が殺到、投稿から約1時間で、500個の柏餅は完売したっていう、素晴らしいお話。人間って美しい。しかーし!あまりの人気に、急遽、500個を追加で作り、それも完売した。え?なんで?え?追加の500個?あれ?え?なんで?え?意味わかめ?何この展開?はい。っていう動画を撮ったのですが、この報道は間違いで、もともと2000個作っていた、柏餅のストックからの500個ということです。しっかりしろよ、ヤフーニュース。ちなみに私は昨日京都で買ったお土産をクラスに配りましたが、誰一人、ありがとうとも言われませんでした。これマジやで。そして店主はツイッターで、今日は特に皆様の優しさに生かされた一日でした。田舎の和菓子屋を助けていただき、ありがとうございました。お菓子を通して皆様に恩返しができたらと思います。と社員を述べた。この店主、なかなかのやり手で、そもそも Twitter のフォロワーが4万人以上のやり手。和菓子というより、作品というくらいの素晴らしい造形の和菓子の数々。美味しそう。かわいい。美しい。ギリギリセーフ。しかしここに来てネットでは、500個売れた後に500個追加して販売する、キャンセル商法を疑われています。キャンセル商法?そんなのあるの?まあ、最近よくあるドタキャンで同情を買って拡散して販売させる人ね。え?そんなのあるの?知らなかった。まあ、確かに500個追加は、ちょっと多いよね。って思うかもしれませんが、私も YouTube やってて、風ってのは、一旦吹いてきたら、それが逆風であっても、その風が収まるまで、その逆風すら利用する力強さがないと、商売に勝てないんですよ。だからこの和菓子屋さんの小根。好きですね。そしてフォロワー4万人の拡散力って、結局それ自身が信頼であり、販売力なんですよね。で、ちょっと言われてるのが、過去同じような代引きのキャンセルがあったのに、賠償などのドタキャン対策を怠っていた。だから店の責任も言われています。確かにそれはやるべきだったと思います。でも食品ロスの観点から言うと、売り切って食べてもらった方が良いですよ。なのでこの和菓子屋が、キャンセル商法と騒いでいる連中に言いたい。食品なんだからまずかったら売れないんだよ。私だってそうだ。動画が面白くなくなれば、本当に見られなくなる。逆風を使った拡散も、一つのテクニック。拡散した人たちも、みんな幸せ。ハッピーマン?ただ、天使のツイッター見たら、過去にドタキャンされた人の拡散は見当たらないようです。私、性格悪いし、あえて言うよ。拡散した側の気持ち。それって無料じゃん。でもそれは自由だからいいですよ。やってる方は好きで、自己満足で、己がいい人に見られたいからやってるんですよ。そう、自己満足の極み。私もよくやります。でも、その思いに便乗して売る以上、自分も拡散力、世間に振りまくべきではないかな。まあ、自由だけどね、いい作品を作る人って、それだけの存在でいいんですよ。ただ誰かが困っているときは、その拡散力を誰かのために使うのも、拡散希望した以上、やるべきかと思うぞよ。ってこと。